皆さんこんばんは。本日も文化話チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はここに書いてある通り、新社会人におすすめしたいプロッターのアイテム2つをご紹介したいと思います。プレゼントにもいいと思うアイテムですので、よければご視聴ください。これから4月に向けて自分で社会人に必要なアイテムを準備したり、お祝いをあげたり、逆にもらったりとか、そういう機会が増えてくると思います。プロッター大好きな私から、プレゼントにもいいし、自分で用意するのにもいいなと思うアイテムを2つに絞りましてご紹介します。プロッターって結構システム手帳を豊富に取り扱っていまして、特にサイズのバリエーションが豊富なんですね。 A5 サイズ、バイブルサイズ、ナローサイズ、ミニ6サイズ、マイクロ5、だいたいこの5種類のサイズは用意されています。そしてこれらに付随して様々なリフィルが用意されています。私の持っているほんの一部のリフィルをここにも用意してみました。このような無地のリフィルもあれば、細かい方眼線になったリフィル、タスクを書き出せるようなトゥードゥーリストタイプ、6ミリ罫線、変わり種として画用紙のリフィル、こんなものもあります。他にもアクセサリーツールなど、我々が使う手帳をより使いやすく、そして充実させてくれるようなリフィルがたくさんあります。プロッターの特徴は、まず全部のレザーバインダー、この革本体のことを言うんですけど、このレザーバインダーのこの金具、これが11ミリ径だということです。とても薄いコンパクトなレザーバインダーです。このミニ6サイズだとしても、大きな A5 サイズだとしても、厚さは全部同じ11ミリ径のリングが使われています。その分ページに挟める容量は少ない、そんな手帳です。ざっとプロッターのことを紹介したんですけれども、私はこんな感じでたくさんのレザーバインダーを持っていたり、リフィルを使ったりとプロッターが大好きなんですけれども、そんな私がプロッターの商品の中で新社会人の皆さんにおすすめしたいアイテムを2つ紹介したいと思います。おすすめのアイテム1つ目はプロッターのボールペンの黒です。こちらなんですけれども、1本5500円の商品になります。ペン先から後ろまで全てが黒、そしてクリップも黒で、とても統一感のあるシンプルなボールペンなんですけれども、クリップの持つところにプロッターの刻印がついています。そしてペンのボディ全体はブツブツザラザラのような質感になっているのがお分かりいただけるかと思うんですけれども、これはローレット加工というものが施されています。ローレット加工を施すことによって、とても握りやすいペンになっています。インクは繰り出し式で、とても滑らかな書き心地のゲルインキのボールペンです。インクの太さは 0.5mm、 ペン先に重心があるので手に力を入れなくてもサラサラと滑らかに筆記することができるのも特徴です。このペンは真鍮で作られているので、使っていくうちに経年変化をしていくので、仕事をしながらこのペンの経年変化も楽しめるような商品です。ちょっと大人の趣味ですよね。ペン自体が黒なので、どんな場面にも使いやすいです。他のカラーはシルバー、ゴールドがあるんですけれども、黒ならどんな場面でも使いやすいんじゃないかなと思います。繰り出し式なので、ノック式よりもインクを出す音、繰り出しする時のバネのような音、これは気になってしまうんですけれども、ノック式のボールペンに比べてとても静かです。まず社会人になって、ちょっとお高めの筆記具だけど、いきなり1万円2万円とするペンを出すのには勇気がいるという方には、ぜひおすすめしたいなと思いますし、ちょっと高級な筆記具をプレゼントするのにも手頃な値段じゃないかなと思います。私もまだつい最近購入したばかりなんですけど、とても書き心地が良くて気に入っています。こんな感じですごいかっこいいですよね。
男女どちらが持っていてもおかしくないようなボールペンかなと思います。おすすめアイテム2つ目は004番の 2mm 方眼リフィルメモパッド、ミニ5サイズでお値段は528円の商品です。実物がこちらになります。プロッターのリフィルはすべてこのようなメモパッドとして製本された状態で販売されています。なのでこれ単体をメモ帳として持っていって使うことができて、書いたものをこうピリッと剥がしてレザーバインダーに閉じるといった使い方ができます。そしてリフィルもいろいろな種類があって、罫線のもの、無地のもの、トゥードゥーリストなど仕事で役立ちそうな様々なレイアウトのリフィルとかがあるんですけれども、私がおすすめするのはこちらの 2mm グリッドで、サイズが M5、 ミニ5サイズのものになります。 2mm グリッドのリフィルはこのような 2mm 間隔の細かい方眼線のレイアウトになったリフィルで、上にタイトル、そして日付が書けるようなスペースになっています。実はプロッターではこちらの無地のリフィルよりも 2mm グリッドの方眼線のリフィルの方が定番商品でして、先ほど紹介した英語、バイブル、ナロー、ミニ6、ミニ5サイズ、この5サイズ全てでリフィルが展開されているのは 2mm グリッドのみとなります。方眼の形成もとても薄いので、書いている時に線が気になって集中力がそがれるということはありません。先ほど紹介したボールペンで実際に文字を書いてみたんですけど、こんな感じですね。そしてプロッターでは様々なサイズ展開がされているんですが、なぜミニ5をおすすめするかというと、まずコンパクトさ、そして全サイズに対応するという2点からおすすめします。コンパクトさというのは、こちらはミニ6のリフィルなんですけれども、一般的な文庫本サイズとだいたい似たり寄ったりのサイズ感です。文庫本サイズよりもちょっと小さめと思ってもらえればいいかなと思います。それに対してミニ5サイズ、上に重ねてみると、縦横これぐらいの違いがあります。一見とても小さくて書くスペースがないように見えるんですけれども、意外と書けるのがミニ5サイズです。私は仕事カバンに入れて持ち歩き用のメモとして使っているんですけれども、意外と書けるんですよね。そして仕事バッグとかについているパスケースとかを入れるようなポケットにもこれ単体がスポッと入れられちゃいます。なのでとても小さくてコンパクトで利便性のいいサイズ感かなと思います。ちなみにこのリフィルメモパッドにはリフィルが80枚入っているので、そこそこ使えるんじゃないかなと思います。やっぱり社会人になりたてって何かとメモをすることが多いと思うので、常にメモを持ち歩きたいけれども、例えばスーツの中とかに入れるとかさばってしまいますよね。でもこれなら胸のところのポケットに入れても全然気にならないし、これとボールペン1本を持ち歩けば本当に十分なのかなと思います。そして見た目も割とおしゃれですし、シンプルだし、安っぽさを感じないっていうのもいいかなと思います。難点としては、このページだんだん使っていくうちにペラペラとめくれやすくなってしまいます。私も表紙が取れてしまったので、今マスキングテープで補強しているんですが、基本的にはどのページを開いてもこんな感じでフラットに開くので180度開いてくれます。なのでとても書きやすいです。そして全てのサイズに対応するとお話ししたと思うんですけれども、一般的なミニ5サイズの手帳だったらもちろんこんな感じで穴が対応しますけれども、ミニ6とミニ5って穴のピッチは一緒で、穴の数が1つ多いか少ないかの違いなんですよ。なので普通にちょっと小さいリフィルが入るっていう、それだけのことです。続いてバイブルとナローサイズなんですが、この2つは横幅の違いだけで縦の大きさは同じなので穴のピッチは一緒です。ページの穴側の角を少しこのように斜めにカットしてあげて、この3つの穴に挟んであげるとこのような感じで、ちょっと不安定ではあるんですけど一応閉じることができて、めくりもスムーズです。リングにも当たりません。上の穴3つに挟んであげる。
で、めくるでも大丈夫です。最後に、レゴサイズはミニゴの穴を一つ開けて、上でこう、このように閉じることもできます。なので一応全サイズに入れることができます。仕事を最初に始めたての時って手帳を持とうと思っても、自分の仕事の業務とか実際にやってみないと何が必要なのかとか分かんなかったりしますよね。なのでいきなりこのレザーバインダー本体購入するっていうのはちょっとハードルが高いと思うんです。一番オーソドックスのサイズってこのバイブルサイズなんですけれども、このサイズはやっぱりポケットには持ち歩けないですよね。なので例えばこのバイブルサイズ買ったとしても別でポケットに入れておくようなメモっていうのはあってもいいのかなと思うんです。その時にやっぱりこのミニ号だったらポケットにもちょうど入るし、逆に他のサイズの手帳にも一応メモとして挟むことができるので、ここでメモしたことを自分の本当の手帳に持っていって、このサイズはあくまでもメモにして、これを自分の手帳の方にとりあえずメモとして挟んでおいて、時間ができた時に清書するとか、そういったやり方もできます。もちろんこれをそのまま手帳としてこうセットして持ち歩くのも全然いいのかなと思います。ただやっぱり新人さんでいきなりこう革物を持つっていうのはなかなか勇気もいりますよね。職場にもよると思うんですけれども、いきなりこうちゃんとしたものを、もちろんいいものなんですけれども、逆にそれがいろいろと上から言われてしまう可能性とかもなきにしもあらずっていうのが社会なので、ちょっといいメモ帳とか紙製のやつ、100均じゃなくてロディアにするとか、それぐらいで留めといた方がいいと思うんですね。なのでこのリフィルメモパッドだったらちょっといいメモ帳を持ってるでこと済まされるというか、十分足りるし、サイズ感もちょうどいいし、システム手帳を使う上でいろんなサイズを行き来できるっていうメリットがあるので、すごくおすすめのアイテムです。システム手帳ってどのサイズが自分に合ってるかは本当に使ってみないとわからないと思うんですけど、いきなり本体を買うとやっぱり万のお金が飛んじゃったりして、それで失敗してしまうとショックになってしまうので、まずは本当に無難なサイズ、そしていろんなところに使えるミニゴのこのメモ帳をおすすめします。そしてちょっといいボールペンを使うとテンションも上がると思いますので、ぜひこの組み合わせで使っていただきたいななんて。もし私も新卒の人とかが周りにいてプレゼントする機会があったら、この組み合わせでお祝いをあげたいなって思うおすすめのセットです。プロッターのシステム手帳のリフィル自体は他にもいいものがたくさんあって、こういったいろんなリフィルを一つのものに束ねられるプロジェクトマネージャーとかも仕事で大活躍しますし、あとは小物とかを細々としたものを入れるのにちょうどいいのがこのエンベロップホルダーというリフィルです。私は封筒貯金で使っているんですけど、こういったところに付箋を入れるとか、ちょっとしたものを入れるとか、そういった使い方もできると思うんですけれども、このエンベロップホルダーとかはサイズによって展開されているものとされていないサイズがあったり、あとはまずは自分がどのサイズを使うのかが決まっていないとなかなか挑戦できなかったりするリフィルですので、とにかく無難なのはこの2つ、 M5 の 2mm グリッドの方眼メモパッド、そしてボールペンですね。というわけで今回はこの2つの商品を紹介してみました。皆さんだったら逆にどんな商品を新卒の皆さんにおすすめしますか？もしよければコメントなどで教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。